うん、骨は大丈夫じゃな。しばらく後は残るがの。それはよかった。あんたは黙ってなさい。面白いわね、クリス。本気でやろうじゃない。あのリストバンド何キロあるんだ。今まであんなハンデで戦っていたというのか。さあ第2ラウンドといきましょう。アホ、すでに勝負あったわ。開いた。キーちゃん何すんだよ。初めから全力でいかんからそうなる。さすがに大怪我はかわいそうと思ったわけなの。情けをかける必要が全くないとは。ぬぬい。フェンシングも全身に攻撃が有効な種目がある。ワンコ、お前これ知らんかったじゃろ。一番メジャーな種類しか知らなかったわ。てなわけで負けには仕方のない理由があるの。クリス、これで勝ったと思わないことね。ん？あいつこの後に及んでまだあんなことを。叱るか。うん、まあ大丈夫でしょう。それは置いといて。やるわね。私たちはあんたを歓迎するわ。強かったんだね。すごいすごい。健闘をたたえて拍手です。パチパチ。骨のあるやつだ。かっこよかったぞ。よろしくね。こちらこそよろしく頼む。おお、ワンコも精神的に成長してるじゃねえか。じゃあ早速あんたのあだ名を考えるわね。あだ名？クリスで十分だな。ダチには必要でしょ。クリスだからクリ。クリ？やべえ、立った。股間の反射神経すごすぎだろ。まあ、俺様もなんだがな。おまわりさん、ここに変態が二人もいます。ヤマトはまさか立たないのね。フリーこれでいいじゃない。これからよろしくね、フリー。クリスでいい。私はクリって呼ぶわ。親しみを込めて。確かワンコと呼ばれていたな。ならばお前は犬だ。犬と呼ぶ。ああ、クラスメートを犬科の哺乳類にしたわね。お前に至っては自分を植物化しただろ。成長してなかったな。クリスも張り合ってるし。世界にいる可愛い子はすべて私へのお供え。来い、お姫様抱っこしてやろう。な、何をする。おお、鋭い攻撃だ。お前さんは強いな。だが残念ながらまだまだ私にはかなわん。ほーら、この強さ。あなたが川上桃代ですか。ピュッチェーレ。そこのワンコの姉でもある桃先輩。それイタリア語。ほー、噂は聞いておりました。真剣勝負を繰り返す戦士であると。ああ、戦ってみるか。柔道の寝技で。アホかモモ、
ほらほら、早う授業に戻れ戻れ。ちっち、気安く頭殴るな。モモ、学長に殴りかかるなど退学じゃぞ。この二人は放置。近づくと竜巻に巻き込まれるぞ。それでは皆さん、速やかに教室に帰りましょう。川上は保健室だ。骨が無事とはいえ、手当ては必要。あ、別に私は。あ、分かったわよ。ちゃんと行く。で、どうだ四八、写真は。わからん、動きが早すぎて目では見えなかった。だがこのカメラには桃源郷が映ってるはずだ。マジか。よし、確認しようぜ。どうしたの二人とも、なんで泣いてるの。クリスの動きが早すぎて触れてて何もわからねえ。それらしいところを撮影したのにな。腕、またパンチラ狙ってたの。スケベだね二人とも。でもこれだけは無事に撮影できた。パンモロだ。え、どれどこ。嘘だよ、てめえだって十分スケベだろうが。モロみたいなのをむっつりって言うんだ。こいつ股間立ってるんじゃないだろうな。よし、調べてやる。うわ、何やってんの、やめて、触らないで。なんだあれ、男同士で。ああ、うちのクラスの性に目覚めた変態連中、妊娠させられるから近づかない方がいいよ。まあ、おかげで稼げたぜ。ほらよ、きっかり一割。うん、このお金は秘密基地の拡充にあってよ。あれ、今夜はバイト終わってから行くからな。いつもの、期待してるよキャップ。うん、任せてくれ。ねえクリー、なんだ犬。待たせたな。ホームルームを始めるとしよう。クリスのことだが、彼女の面倒は狭間たちに任せる。え、俺たち。いいっすけど。ん、なんで。クリスは島釣り寮に入るから。ああ、2階が一部屋空いてるもんな。了解。2階に誰か入るなんて聞いてなかった。今頃荷物が運び込まれていることだろう。何でも島津寮はなんと温泉も出るとか、楽しみだ。確かに日本を誤解してる人には好きそうな場所。いいなあ、クリスまで島津寮かよ。シーナ、部屋隣なんだからお前が面倒見ろよ。よろしく。ではこれで帰りのホームルームを終わる。ちょっといいだろうか。おう、どうした。部屋が隣というシーナ殿に寮へ案内してもらおうと思っていたのだが、部活があるということで行ってしまった。こりゃごめん、あいつネクラだけどいいやつだから。でも俺これからバイトだしな。ってことで分子ヤマト。ありがとう。
ヤマト。日本国の衣装、ヤマトの時間。とても良い名前、ヤマトと呼んでも。ではヤマト、よろしく。ヤマト丸夢日記の主人公と同じ名前だな。自分はあのシリーズ DVD を全部持っている。ヤマトも大好きなんだ。もちろんそうだ。誤解を招いてしまった。すまないことをした。確かにあの強さはすごいが、好きなのはギリ堅さ。ああ、ギという言葉が好きなんだ。これは店からの求人募集なのか。面白い仕組みだな。どれ、この紙には将棋対戦者受付中、勝利者には豪華景品。様々な技能を競えるわけだ。素晴らしい。おお、美人だな。ま、俺には射程外だな。おお、ジュンは相変わらずの趣味ですね。もう10年早く出会いたかった。惜しいな。フクロウっすか。あたりおう、ノエ、転入生の案内か。ヤマトは友達が多いな。何度呼び止められたか。おかげで転入初日で随分と知人が増えた。ありがとう。ヤマトは父様と同じようなお世辞を言う。この学校にいるヤマトなでしこは素敵だな。いいのか？それは嬉しい。日差しで光る鮎の銀鱗、美しい光景だろうな。ああ、リューベックは運河と海の町。船に乗って旧市街地を一周できるんだ。おお、これが伝説の剣法寺、日本の最終兵器。なるほど、奥から溢れてくる陶器とこの品格、素晴らしい。あー、クリだ。何してんのよ、うちの前で。うん、どうよクリ、川上壮大でしょう。あー、素晴らしい。やはり日本に来てよかった。だったら
からお賽銭を払うのよ。ほれ出しなさい。冗談冗談。姉も学長もこの寺院もすごい風格だというのに、犬だけが妙に浮いているのだな。やるー、まぐれで買ったのに調子に乗ってさ。でも私はこれから走り込み。バカに構ってられないわ。頑張るわよ私。レディーゴー。犬は素晴らしい向上心だな。あちらから売られている気がするのだな。なんとも風情があるな、この通りは。うん、観光客も多いな。みんなが食べているあれがくず餅なのか。それは楽しみだ。では早速いただきます。蜜をつけてきな粉と一緒に食べる。みんなにもお土産で送っておこう。普通ではないだろうか。ぬいぐるみ集め。なぜにやけるのか。次は敵を殲滅させること。好きな漫画は北斗の拳。ヤマトは何が趣味なんだ。ヤドカリ。珍しい趣味を持つのだな。わかる、猫のぬいぐるみの可愛さは至高だ。映画というとやはり70人の侍とかか。あの桜の花びらが散る中でかけてくるシーンは鬼気迫るものがあったな。映像美が素晴らしい。日本が好きだと言ったのは伊達ではない。